言ってください。あの締めますので、ね、お願いします。であと、まあ、後ろにブランケットご用意しておりますので、そちらも自由にお使いください。で今日はですね、まあ、日曜日で人の出もありますので、まあ、どこかで手を振られることございましたらね、こちらからも恥ずかしがらずに手を振り返してあげてください。では案内は進行方向に沿って右左と案内をさせていただきます。では早速ですが、お客様の右手にある建物、皆さんご存知だと思います、原爆ドームです。昔は広島県物産陳列館、被爆当時産業奨励館と呼ばれてまして、特産物の展示や絵の展示などが行われてました。ちなみにあのバームクーヘンを日本で初めて展示したのがこちらだそうです。で昭和20年8月6日8時15分、世界初原子爆弾が投下されまして、約14万人の人が亡くなり、原爆の被害に遭われた方々は水を求めてこの元安川をはじめ広島の川に身を投げました。でこの原爆ドームと宮島は平成8年に世界遺産に登録をされています。ではの本線本川へと合流します。今からくぐる橋がですね、相生橋といいまして、アルファベットの T の字に架けられた全国でも珍しい橋です。で原爆投下当時も珍しかったのでターゲットにされてしまいまして、この橋の上空から原爆が投下されました。で実際に落ちた場所が原爆ドームの裏側に島外科という病院があるんですが、そちらの上空580メートルで爆発をしたと言われてます。でこの橋なんですが、原爆投下直後その衝撃でバウンドしたそうなんですが崩れなかったそうです。で路面電車が上を走ってますが、この路面電車が原爆投下3日後には復旧したそうです。では今度右手側、あの黒い建物と白い建物の間、今何も見えませんが旧広島市民球場跡地になります。で新球場がね、広島駅の近くにできてまして、名前がちょっと長いんですが、マツダズームズームスタジアム広島というんですけども、そちらではですね、あのバーベキューをしながら野球観戦ができたり、あとパーティーをしたり、で一番人気の席がベンチ下に砂かぶりシートというのがあって、選手とハイタッチができるそうです。